業績ハイライトでございます。前年比はいずれも2桁増、そしてまあ計画比も、プラスということで、終了いたしました。売上、そして利益すべての項目において過去最高を更新したという決算でございました。売上高につきましては、買収期の期中に買収しましたレスコハウスの売上、それから分譲住宅販売、収益物件の販売等が、まあ、堅調に推移するということで、まあ、特に不動産事業が、牽引をし、住宅の販売数は全体で初めて3000棟を突破して3037棟の、完成引き渡しを達成いたしました。利益面につきましても、まあ、不動産業または断熱材事業いったところの利益増によって過去最高を更新したという結果でございました。では続きまして事業別の取り組みについてご説明していきます。まず注文住宅、こちらが昨年12月に発売を開始した空調革命絶空調という商品でございます。通常の建物であればたった2台のエアコンで建物のすべての部屋隅々までこの時期は暖房、夏は冷房をすることができるという、そういった画期的なシステムです。で、このシステムは当社とそれからエアコン世界トップのダイキン工業、そして換気のメーカーである強烈エアテックという、まあ、3つの会社で共同開発し、そして現在特許を出願している状況でございます。そして、まあ、2020年までには年間1万棟の導入ということで、同業他社へにこのシステム販売をですね計画をしております。まあ、そういった形で日本に広く普及をさせていきたいというふうに考えている商品でございます。留守番ポストということで業界初の住宅ビルトイン型の宅配ボックスです。通販が非常に増えたことによって、まあ、ヤマト運輸等がですね非常にその疲弊している、まあ、もう取扱い数を減らしていかないとやっていけないんじゃないかというようなですね状況があるようですが、不在時でも、宅配便の受け取りができ、また、不在時でも集配もお願いできると、先日リリースしたばかりの商品ですが、まあ、こういった商品でもって日本の抱えるいろんな課題解決にですね、住宅家づくりから貢献していきたいというふうに考えております。それから不動産事業で昨年も、非常に売上貢献してくれたこの、フュージョン資産マネジメントが取り扱う、収益物件の、買い取り再販ビジネスですね。まあ、都市部の物件を中心に1物件あたり大体2億円から5億円ぐらいの、物件を取得しております。ターゲットは、まあ、個人の富裕層であったり相続税対策ニーズであると、2017年12月期の見通しということで、今期は売上1070億、営業利益67億、経常利益も67億、当期純利益も37億ということで、計画しております。住宅不動産断熱については2桁上回ってくる計画をしております。注文の方はその絶空調の販売開始によるその受注増を期待しております。また不動産の方は先ほどご説明した通り、その不動産収益物件がですね非常に好調だということ、また残高不動産の持ち分在庫も増えておりますので、こういったところから販売を拡大する。断熱材は少し保守的な計画、特に利益面ですが、これはやっぱ原油の上昇リスクと勘案しております。まあ、こんな計画で今年はスタートさせております。